さあ石川さん、はい、改めて見どころを教えてください。そうですね、もう約30年前にね、かつての K-1 がスタートした時にですね、ヘビー級ピーター・アツヤ、アネスト・ホートというね、外国人のスター選手が出てきて、その選手を誰が日本人が、どの日本人が倒すかというのがテーマだったがあるんですけどね、はい、このクラッシュ、クルーザー級も今そういう図式になってますよね。左倒した、一発止めた。30秒ですかね。1ラウンド30秒。ハードパンチャーではない2選手がこの、ね、パンチが主体の K-1 グループの中でね、どういうふうにチャンピオンになるかということを体現して、新見選手の進化とともにクラッシュも進化しているようなね、そのぐらいのね。おーっと、いきなりいった、いきなりチャレンジャー足出て左のストレート、なんとまた開始直後にダウンを奪ったのはチャンピオン新見。いや、全く慌てなかったからね、こその今のダウンでしたね。そうですね、さすがチャンピオンという戦い方にこう2ラウンドはなってきている気がしますよね。でも塩塚選手意外と飛び膝だった。ああ、まさにそこをちょっと打ち落とすような、ボクシング出身にしても膝があったりするので。確かに、あ、今新見の左のフック、塩塚捉えたか、効いたか、ちょっと下がった、篠塚下がった、ロングを背負った、ラッシュを仕掛ける、倒した、腹きましたね、倒した新見。さあチャレンジャー篠塚、立ち上がることができるか、立ち上がってきた。これ石川さん聞いてますか。はい、聞いてますね、はい、顔面もちょっと効いたのがありますし、ボディーが効いたと、あ、また膝だ、膝だ、難しいですね、膝だ、悶絶、崩れた篠塚、立ち上がることができるか、ダウンカウントが数えられる、フラフラッとヨロヨロッと立ち上がってきた。さあ残り1つのダウンで決着、ただ残り10秒、篠塚しのぐことができるか、チャンピオン仕留めることが、仕留めた、仕留めた、終わりの無限侍、3度目の防衛は前回に引き続き KO 勝利。いや、この郡司選手に負けたことでですね、おそらくまた強くなったんじゃないかなという印象ですね、僕は。その郡司選手、はい、ぜひ感想をいただきたいと思います。そうですね、まあ、1ラウンド目からすごい良かったですけど、1ラウンド目ちょっと戦い方変わってたんでちょっと心配したんですけど、まあ、2ラウンド目からすごい前に出ていつも通りの戦いして、まあ、KO って形で勝ってすごいと思いますね。藤原さん、はい、いかがでしたか。いや、さすがチャンピオンといった感じですかね。青いグローブ王座はクラッシュ初参戦、門番として立ちはだかるのがこの蓮見です。蓮見はもともと総合格闘技バックボーンがあります。左の一戦刈り取った、衝撃のクラッシュデビュー、左の上段一戦、軌道変えましたね。ガードはミドルの方でガードしましたね。そうですね、はい、目の前で消えたっていう感覚でしょうね。スローで分かると思うんですが、もう重心がしっかりね、西本選手はしっかり落ちてて、フットワークもうまく、ね、動けるので、ボディなかなか崩れないですね。右のストレート、ここからオングレンジです。あー、ガード一辺倒になった、コーナーに詰めていった、左のフック、高橋の顎先を捉えました西本。藤原さん、今のフックいかがですか。おー、そして右のストレート、ここはぐいぐい前に出てきます。ここも倒れてしまった、だいぶ効いてますね。もう西本選手でも、ね、慌てなくても倒せるぐらいの今ダメージあると思いますよ、高橋選手。郡司選手、これもプロのファイターとしてはいかないとダメですね。そうですね、ここで、あー、倒した、右のストレート、西本ラブフィー、またしても K
KO 勝利、これでキャリア12勝は全て KO。 ここに来て KO マシン再稼働ということになりました。逆にダイナマイト高橋優太は不発のまま、4年9ヶ月ぶりの復帰戦は飾れず。いや、先ほど藤原さんが前回ね、この前の試合で同じクレストのメンバーがいい試合したというコメントあったんですが、気合入ってたと思いますね。でもやっぱり、まあ、デート派出身でこういう同じクレストでってこともあるんでしょうけど、山崎選手にラッシュしてる時の感じが似てますよね。これ郡司選手、今プレッシャーをかけているのは松山ですか。そうですね、すごいスピードでいいですね。またそのプレッシャーをやめて左、最初にダウンを奪ったのは寺田の方です。なんと松山ダウンを奪われました。寺田選手はね、松山選手のプレッシャーに対して全く迷いがなかったんですよね。そうですね、最初から、はい、まだ1分以上ある。右のボディから左のフック、ガードの上からのフック、いいな、これはすごいな。最高ですね。いや、これ松山選手まだ効いてますよ。まだ効いてますね。寺田選手がどのぐらい効いてるかによって、この後ラスト1分、まだ残り1分、動き分かんないですね。さあ残り1分を切っています。お互い1つずつ、どちらが倒すのか。この第1ラウン